粉にするよ、全部粉。うん、全部粉。はい、うさぎさんの爪切りですね。もうじき8歳の子です。で、まあ、うさぎさんの爪切りは結構爪切りだけで見える方が多いんですけど、この子にです。今止めてきて、ハッピーさん。最近、チンチンのこう、なんか右側がなんか垂れてきたような気がするんですけど。え、こうが？左右、はい。左右均等だったのが、なんか。でも、大きさ的にはさ、大きさ腫れてたりとかは別にないですけど。ないですけどね。ただ、この辺がちょっと汚れてるよね。うん、問題ないです。年齢のも、うん、いや、あのね、抗がんの腫瘍になる子はいます、確かに、うん、そうすると萎縮してきたり、うん、それから大きくなってきたり、うん、だから右と左の大きさが違ってくるといかんけど、うん、大きさは一緒だから、まあ、うん、いいと思います、うん、あの、ただここが汚れてるの方が私は気になる、ね、うん、要はうさぎさんって綺麗なもんじゃないですか、うん、だけど、だんだんそのおしっこの出る周りとかさ、うんちの出る周りが汚れてくると、やっぱちょっと状態が落ちてるかなという気がします。はい、爪切り終わりました。はい、じゃあ身体検査します。抗がんは正常ですよ。はい。よいしょ、はい、脈見ますね。1分間220の 90% の呼吸は栄養状態はこれもちょっと痩せれるかな。はい、お腹触ります。お腹は柔らかいのが正常ですね。そうか、そしてこの子はちょっとだけいいか触れることってあったのかな。触れるのがあったんで、はい、今日はちょっと触れますね、胃が。ちょっと柔軟性が落ちてるんじゃないかな。はい、顔を見てください。はい、目は綺麗ですね。前歯も綺麗ですね。それからこういう時にこの色見て、歯茎の色見てるんですよ、私。歯茎とか下の色ピンク色で綺麗です。調子悪い子は色が薄くなってます。あとこの目の下で、ここね、奥歯の根っこ、下の奥歯の、あの、要は歯周病が起きていると右と左に触り心地が違ってくるんですけど、まあ、前回来た時涙がすごい出てたんですけど、うん、一応治ります。治ってきた、はい、すごいね。なかなかおさぎさんの涙は治らないんですけど、はい、でもまだ点眼薬持ってるんですよね。はい、持ってます。あの、ちょっとでも多いと思ったらしてくださいね。はい、はい、ね、この子にあれやれたかな、ラキサトン。はい、好きなの。あ、好きです。はい、あります、お家に。はい、あります。ラキサトンやってください。今も私もやりますから。1.8cc を1日2回注射器2本いいですか。あ、はい、わかりました。まあ、1.8 といっても多少多くてもいいですからね。はい、いつも夜の5倍ぐらいの量
夜にまとめて。あ、いっぺんにあげてます、はい、腰なんか入っちゃえば綺麗に食べてくれますね。美味しい。今さ、この子どれぐらい食べてるの？30ペレットは36。あ、36食べます、うん、この子チモシーは食べないから食べないんだよね。まあ一応少しは教えてくださいね食べなくても。水が150ぐらい、150ぐらい飲みます、はい、結構飲みますね。うんちが180。うんちは180なんだ、うん、でも元気は、はい、まあまあ、はい、異物を食べてることはないですよね。はい、ないです。カーペットとかコードとか全然も僕も噛まなくなるんです、ね、あ、そうですか、はい。ちょっとお腹にレーザーだけ少し当ててもいいです、はい。じゃあ注射器を2本ね、はい、あとそうか、レボリューションもつけますね、注射器にも。うん、ラキサトンあるんですよね。はい、はい、あります。はい、シリンジ用量で目薬もあると。はい、わかりました。じゃああとレボリューションもつけます。10月の今日です。でもすごいな、反対にチモシー食べてないけど長生きしてる。大抵長生きする子はチモシーを食べる子なんですよ。最近またちょっと走ったりするので。あ、そうですか、はい、元気。最近また元気。この子野菜は食べるんですよ。野菜食べます。ブロッコリーとか人参の葉っぱ。あ、人参の葉っぱ食べます、はい、人参の葉っぱとってもいいですね、繊維が多いから。だから僕らが食べて美味しい野菜よりもちょっと硬いぐらいの野菜、うん、食べないところをなるたけやって、つまりチモシーの代わりにね、そういう繊維の多いもの。だから僕らが食べて美味しい野菜はね、繊維 20% ぐらいしかないと思うんですよ。でチモシーは 30% 以上あるから、なるべくあのそう、人参の葉っぱとか大根の葉っぱとか食べないところ。なかなか葉っぱついて売ってないけどね最近、はい、売ってたら、はい、売ってるやつを買ってこの子にやってもらうとですね、はい。久しぶりだよね、お腹で胃が触れるのって。この、これ、去年の話だよね、去年、ちょっと6月、7月、触れた時があったけど、その次にはないから。まあじゃあ、これやって、まああと、溶かしもね、やれる範囲でやってもらって、元気にしてはまた1ヶ月ぐらいで見せてください。ただあのちょっとおかしいなと思ったら観察器をつけてください、はい、何グラム食べてるとか体重がどれぐらいあるとか、はい、体重が維持されてなかったら元気でも危ないですね。はい、OK ですね。じゃあ注射器をね、はい、しときますのでね。もう涙もカリカリになった時のがなかなかまだ抜けなくて。うさぎさんもこう、うさぎさんにかけるとみんな
そうですね。はい、OK です。